ちょっ、ヒロさん、ピースが出た、初めて。いや、疲れてるんだよ、うん、どうしました振動振動だよ。いや、まあ、6月、7月、8月はプロ野球選手も疲れが溜まってきますからね。そう、おかげさんで忙しいしな。豊さんね、東京にいる時間ってあるんですか？いや、東京にはいる。いる、まあ、いるけど、まあ、そうだな、7月はあちこち行くな。大変、体力つけてください、プロ野球選手と。体力はあるんだよ重いんだよ蓄積疲労があの頭の疲労ですよね、喋るから。そうそうそう。さあ今日も喋りますよ、はいはい、6月の月間チーム監督総評です、はい、あの前回セリーグやりましたので今日はパリーグ編です、はい、じゃあもう行きますか。早速行こう。パリーグ6月28日時点の首位はオリックスなので中嶋監督の、はい、6月、ま、中嶋監督があのいなかった、休養してる場合じゃないぞお前監督がみたいな。いやもう体調悪い。いや俺は心配したんだよ。大丈夫だな。いや監督、いや中嶋監督ってさ、はい、現役時代めちゃくちゃ体が強くてさ、はい、休むとか、うん、そういうこと無縁な、まあ、選手だったんだよ、はい、だから長くもできたしさ、うん、体は丈夫だっていう、そういう人が体調不良で、そうなんですよ、休養って、はい、大丈夫かな、うん、そう特別処置とか、はい、コロナとかそういうことでもなかったんでしょ、うん、いやだから、大丈夫かみたいな、うん、でも戻ってきてくれたからね、よかった、まあ、よかったけどね、まあ、だから、まあ、中嶋監督がいなかった時が、まあ、あったので、はいはい、まあ小島監督、まあでも託した水本、はい、ヘッド、うん、まあ、よくやってくれたよね。それ中嶋監督もおっしゃってましたね。いやいや、うん、よくやってくれたと思うよ。雰囲気もね、うん、そのままの雰囲気で戦えたし、はい、中嶋監督がそういう風にしてたものが良かったというね、うん、もういきなりお前代理監督になってさ、はい、メンバー変えちゃった人がそれ昔あったからね。ありましたね。全部変えたって、あれ中嶋監督だったでしょ。そうです、そうそう、ありましたね。いやだからうまくいってるというね、うん、まあ、そういう状況が見えたんで、はい、チームもあまり動揺が走らなかったし、はい、普通に戦えたしね。そうですね。だからそういう意味ではすごくいい休養にもなったと思うしね、うん、はい、まあいいんじゃないのかなと思う。そうですね、うん、まあ、なのでちょっとオリックスはね今回ちょっとあの時間的にも少なっちゃうんですけれども、はい、こういう休養があったので、まあまあそうだね、はい、はいはい、さあソフトバンク藤本監督です。戦い方、まあそうだな、うん、まあ藤本監督見てるとさ、やっぱあれだけお金をかけてまだかけようかってしてるでしょ、はい、まあそうなってくるとやっぱプレッシャーだよね。そうですね、うん、だから勝たなきゃいけない、勝って当然だとかさ、うん、そういう思いのまんまやってるから、もうちょっと思いっきりやっていいのになと思うんだけどね、はい、だからまあそこら辺がちょ気の毒っちゃ気の毒だし、でも優勝監督になれるわけだからさ、はい、なあそんなに経験ない、まあ、うん、まあ、2軍のね、なあ2軍とかだったらあるのかわかんないけど、うん、はい、1軍でさ、ね、優勝監督みたいなね、なかなかなれるものでもないし、はい、だからそういうプレッシャーを跳ねのけてほしいな監督が、うん、その6月の藤本監督の采配だったり、ああそんなの悪くはないと思うよ、はい、まあ、悪くはないって言ったら俺が偉そうに言うわけじゃないけどもさ、そんな目立った気候はなかったけどね、うん、気候気候目立初めて聞きました。目立った気候はなんか、ね、夜中急にフラフラ、おかしい人みたいになっちゃってるもんね。いやだけど、はい、奇襲とかですよね。いや、まあ、奇襲とは、ね、奇襲ではない、おかしな、まあ、気候はわざと使ったんだよ、はい、今ね。なんかなんでここでこれをするのとか、ああそういうのはなかったけどもね、うん、ソフトバンクは王道でいいと思うよ、うん、選手たちもね、それなりの考えを持って戦ってるし、勝ちたいというよりは負けられないと思って戦ってる、うん、気持ちが一番強いチームじゃないかなと思うし、だからまあ選手たちを信じて、うん、まあ、やればいいのかなっては思うけど、でもこれだけ能力があってこれだけ補強して優勝しかダメというような状況の中でやる監督っていうのもやっぱりすごいプレッシャーあるでしょうね、あれだけの選手たちが、まあ、そうだな、だからまあそれに押し潰されないように頑張らないとね、はい、そうですね。藤本監督が痩せたのかどうかっていうのをちょっと知りたい。ちょっと体重結構か、結構おみこしに乗ってきた時は重そうだったから下が。でも若干軽く若干軽くなってるかもありますよね、そういうのはね。さあ3位ロッテ吉井監督です。ちょっと動けなくなってるかなっていうような感じがするね。それは足が本来使えるチームなんだけどさ、なかなかこう負けが込んでくると動きが取れなくなる。いやいやそうじゃなくて動きが取れないからこう警戒ではなくなるというか
さ、最近またちょっと変わってきてるけど、はい、慎重すぎたかなっていうような感じはするけどね。そうなんですね、うん、それがそのゲームにちょっとなんか悪く作用してしまったりとか、あのね、失敗しても動かしてるっていうのは勢いが出てくる時ってあるんだよ、はい、で無駄に動かすと流れがなくなるっていう、うん、でもロッテはどっちみち流れがちょっと悪かったんだよね、うん、6月って、まあ、その時にはどっちみち悪いんだったら動かしてやるとか、すごく正統派なんだよね、うん、そうじゃなくて大胆さがあってもよかったかなっていう6月はね、はい、まあ、そんな感じがするけどね。あ、なるほど。さあ、そして4位日本ハム新庄監督です。面白かったね、はい、フォースボークやったりとかあの中日戦ですよね一人に終わったら2回スクイズ出したりとかさ、ノーアウト 2,3 塁を無駄にしたとかねまあ結構なやり口でバサバサ言ったけど、うん、はい、面白かったな。面白かったっていうのは野村を外して、うん、いいとこで使って次の日先発で使ってダメで、でももう一回使って打たしたとかさ、うん、はい、で4番万波を外して清めにしたら5番万波がホームラン打つとかね、はい、だからいろいろ刺激を選手に入れながら、まあ手を変え品を変え、うん、まあ、うまく使ったなっていうふうには思うけどね、うん、本当に毎月の月間必ず新庄監督はやっぱり豊さん面白い野球をしてるなっていうふうに、ね、言われますよね、うん、だから野球を見る楽しみがあるよね、はい、いや打った、あここで抑えた、あ三振取った、打った守った、うん、点取った、あ抑えが出てきた抑えた、うん、あ今日はどっちが勝ったかじゃなくてストーリーが面白いんだよ。ストーリー性があって、はい、うん、ここで何してくるんだろうって、あここで愛を打ち明けるかみたいな、うん、いやここでは打ち明けないんだって、なぜだみたいな、あそう考えさせてくれるんだよ。あ面白いです、ね、いやだから面白いって、うん、これがプロ野球の本来の姿じゃないのかって思わせてくれるような、はい、今なんかこうハンコで、はい、はい、3回に、はい、抑えましたみたいなハンコをついていく、うん、5回6回ね、ピッチャー交代でしょ、うん、はい、そうですね、発行みたいな、もう分かってるよ、分かってんだ、うん、だからつまんない、ね、うん、だから面白い。6月も面白い野球を見せてくれたと、はい、西武松井監督です。あ苦しかっただろうね、6月も苦しかったでしょうね。ピッチャーの変えるタイミングだとか、うん、まあ、いろいろ、まあ、1年目だからいろんなことが頭にあって、まあ、そういう風になったんだとは思うけども、うん、勝てるピッチャーが勝てなかったりだとか、はい、打ってほしいバッターが打てなかったりだとか、うん、まあいろいろ試行錯誤しながらよく我慢したよ。そうですね、6月数は、うん、こんなに数って我慢強いんだなって思うよね。へ、もっと切れるかなと思って。ああ、そうなんですね、うん、だけど選手をしっかりかばって、うん、なかなか打てませんよって、あれだけの投球をされるとっていうふうに相手を認めることもあるし、どういうタイプの監督になるのかな。そうですね、まだ見えてこないですよね、どんなタイプ。まあそうだね、例えば誰がいないとか選手が足りないとかこれは調子悪いとか、うん、そういうのを言い訳にはしてほしくないし、まあ言い訳にするような監督でもないしね、まあ、戦力で戦うんじゃなくて頭脳で戦う、うん、まあそれをこう身につけてほしいなって、うん、もうね、下位のチームになってくると、はい、苦しい、苦しいんだよ。そうですね、俺が苦しいんだよ、うん、なんかすごいもらってますよね。もらってるなんかもうついてるついてんじゃないかと思うぐらい。確かに、いや、やっぱりよみんなよくやってんだよ。みんなよくやってるけど結果が出ないからさ、はい、そういう見え方になっちゃうし、うん、やってる本人たちは本当相当苦しいと思うんだけど、はい、まあだけど監督としても成長してほしい、うん、大好きな選手だったしね、はい、和夫とはまあ飯食いに行ったこともあるし、うん、YouTube でお世話になったことあるし、だから色を出してきてほしいなと思うよね、うん、そうですね、今のところね、あまり色がないんだよ、はい、あのいい人っていうような感じでね、まあ、この監督はこういう色持ってんなっていう、うん、色が売りになったらいいなと思うよね。あの同じ1年目の監督者、新井監督はまあ色を打ち出してるというか、まあそうだね、あるので、うん、そういう意味でもそうですね、そうだね、和夫にはちょっと色をつけてほしいな、うん、そんな中
でも6月あの松井監督は蛭間選手を使ったりとか上げてきたりとか、あとドライツの渡辺選手を起用したりとか、何かこう新しいものをっていうのをこう出してきてるよね。だからまあそれが身になってくるといいけどな。そうなんですよね。まあまあでもチームが5位、はい、ということなんで大胆にやってほしいな。大胆に、うん、もう失敗させまいとしたりとか、うん、そうじゃなくても大胆に、はい、こんなところで走るかみたいなところで走らせてみてほしいしさ、はい、こんなところでこんなこと仕掛けてくるんだっていうことも、うん、まあ、やってもいいよね。そうですね、うん、まあ、大事になりすぎてるから1年目だしいろいろ考えるところあるんでしょうね、うん、大胆にやってほしいな、はいはい、さあ楽天、はい、石井監督です。おやっと来たなと思ったんだけどな。交流戦でそうですねチームがね上がってきたんですけど、そうだな。一つのポイントはね、その坂本が巨人のサヨナラ逆転スリーランを打った試合にあったと思うんだよね。あ、6月のあのゲーム、うん、はい、交流戦ももう終盤でさ、まあ、最後のカードだったかな。松井が3連投してて、うん、松井をつかなかったんだよ。あ、坂井投手で、うん、それで逆転を食らったんだ、はい、でその後松井が投げて2つのセーブを上げて、うん、確かに休みは必要だったかもわからないけども、うん、あの試合っていうのはすごく楽天にとってもったいない試合だったなっていうのを思うんだよね、うん、あれやっとけば勢いはそのままだったのかなっていうような気もするし、あ、後半戦に向けてのですね、休み、うん、まあ、3連投してたからっていうね、うん、これも分かるんだよね。でも結果的に打たれてしまってるわけなので、うん、負けてあの試合を取っとけば、うん、なんとなくちょっと勢いが長続きしたのかなって。その後は勝ったけど、はい、でも一つなんか負けっていうくさびが入っちゃったから、うん、そうだな。だからといって監督のせいでもないんで、うん、まあそうですね、まあ、打たれてしまったのっていう、そうそうそう、まあ、それはやっぱ選手のコンディションを考える、まあ、それも監督の一つの責任だからね、うん、だからそこを使えとも言えないし、使ってほしかったなと俺は思うんだけど、はい、だけどそこはねなかなか言えないし、だからそこら辺でなんかこう楽天っていうのは今年うまくいってないのかなっていうような一つの例を取るとね、そうですね、うん、なかなか楽天っていつもいい位置にいて、で夏は暑くなると下がってくるっていう意味ではね、まあ、そうだね、こっからやっぱり楽天厳しい夏場がさらに来るんで、ね、いやでもね今年はね、はい、あの春先から飛ばしてないし、うん、はい、楽してるから負けるって。じゃあ夏場はねある程度盛り返しは来ると思うよ俺は。じゃあ石井監督もそのあたりはちょっとまあ見越すというか考えない、いや計算はしてないと思う。計算天然だからですか。いや天然なんちこと言うの。石井さんってなんか意味あの、ね、昔からそうなんですか。まあね、あのキャラがね、はい、そういうキャラだから、うん、まあだけどその感じてないとは思うんだよ、うん、ただやっぱりそこら辺毎年夏場に落ちるからなっていう心配では夏場に入っていくよね、多分ね、うん、だけど今年の場合は俺は春先に飛ばしもしてなかったし、うん、逆に楽天が台風の目になる可能性だってあるということだよね。余力があるから。ある。あ、うん、でもこれでまた落ちていくようだと、はい、もうさよならだよ。そうですね。だからその石井監督にとってもこっから正念場というか。まあ、正念場だよね。そうですよね。うん、いろんな意味で、うん。だから正念場は乗り切れるだけの実力を持った選手たちはいるんだよ。はい、だからそこをどういうふうにアレンジしていくか、うん、扱っていくか。はい、まあ、これはやっぱ楽しみだけどね。そうですね、はい、ぜひチャンネル登録お願いします。